お話を伺いたい、そういう形でお招きをいたしましたお二人をご紹介したいと思います。先日尖閣諸島に南小島に上陸をして調査活動をいたしました二人の石垣市議会議員でございます。お二人を紹介します。拍手をお迎えください。石垣市議会議員中間仁さんです。そして石垣市議会議員美濃底陽一さんです。今からお二人に四隅の皆さんに今ご挨拶いただいておりますけれども、お二人にこの石垣島から急遽あの2メートルの荒い波を越えて尖閣諸島南小島に上陸をして調査活動を行った石垣市議会議員まず中間仁さんからご挨拶いただきたいと思います。今中間さんから希望で後輩というか、一緒に行きました市議会議員の美濃底陽一さんから一つご挨拶をいただきます。美濃底さんよろしくお願いします。御三水の皆さんこんばんは。今日はお疲れ様でした。今日は石垣島の方から、ここ渋谷の方に来ました。また石垣島の方は今日の気温24度という気温で結構の温度差がありますが、今ろれつが回らない状態ですけれども、頑張って、この団長の方から皆さんに尖閣諸島問題を考えていただきたいとそう思っております。さてこの間尖閣諸島へ協力仲間市議と共に協力いたしました。私は石垣市議会議員として若い世代の代表としてこれから石垣島の未来を考えて、やはり若い世代に訴えていきたいという気持ちが強くて上陸したわけでございます。皆さんもご存知のようにただいま中国の問題もありますが、私たち石垣市民としては中国というよりも私たちの先人が開拓をして、そして財産を作り領土を守るべく、今回石垣市議会としても政府に上陸視察を要請したわけであります。今回は今までにない石垣市議会としても全会一致で可決し、石垣市議会は本当にこの問題を重要課題だとそう思っております。皆さんも今一つこの尖閣問題に関わっていただきたい。そのためにもこれからの日本を考えるのあれば、未来は未来にあるのではない、今ここにいる皆さんが未来を作っていくんであります。はい、何回でも上陸してその問題を解決したら皆さんと共にその島に降りてみたいなと、そう私はそう思っております。これから皆さん今ホームページにもあるように尖閣諸島の会というのがあります。ぜひ皆さんその尖閣諸島の会、守る会にぜひ今一度会員になっていただいて、これから石垣市民と共に頑張っていこうじゃありませんか。今日は大変寒くて震えていますので申し訳ありません。ここで仲間市議に、もう尖閣諸島の問題は、尖閣の島は仲間市議の右に出る者はいません。仲間市議に、はい、頼みますのでよろしくお願いします。同志の皆さんこんばんは。
道の反対側にも同志の皆さん、こんばんは。そして渋谷駅からお聞きの皆さん、こんばんは。さて、歌の島、人情の島、この情けの島、石垣、今からやってまいりました。石垣市議会は、我々は尖閣諸島の問題を今勃発をしたわけではございません。平成6年に議員に当選させていただきまして、平成7年から上陸を開始いたしました。その時、平成9年に西村大吉と都知事と一緒に、石原都知事と一緒に行ったわけでございますけれども、バカ呼ばわりでございます。自民党時代も良くなかったけれども、しかし今の民主党はもっと悪い。私が何を申し上げたいか、今や中国から攻められ、そして北方領土から攻められ、今の菅総理何と言ってるか、仮免許だと言ってるんです。一国の主が、国を司る主が、そして国民の親が、これでいいんでしょうか皆さん。私はこの尖閣問題もさることながら、まさに今、国家主権たるや、国益たるや、まさに侵害されてると言っても過言でありません皆さん。そのことは皆さん、しっかりと考えなければならないわけであります。私はただ尖閣に行ってるだけではありません。昔から我々先人が続いたあの足跡をみんなに見てもらいたいんです。そしてこのことをみんながしっかりと認識をして、尖閣諸島は石垣市の強制区域、そして我が日本の領土だということをしっかりと認識してもらいたい。このことを申し上げに私はやってきたわけでございます。さて、尖閣諸島は明治17年福岡県人の国家達成氏が採択をした。そして明治28年に1月14日に閣議決定をするわけでございますけれども、その間10年間です、個人が改革をして、我が国と我が国の領土となったのはこの尖閣しかないんです。竹島は今や韓国に乗っ取られている状況じゃございませんか。この尖閣問題は昭和43年アジア極東委員会なるものがそこで調査をしたら、石油が埋蔵されている可能性がある、このように発表したんです。その時からまさしく中国は我が尖閣を淡々と狙ってきたんです。そして今回、中国漁船らしき船が海上保安庁の船にぶつかった、衝突をしたところじゃないんです。ぶつけてきたのは皆さんお分かりですか。そしてあの周辺海域に網を入れて魚が一匹も入っていないというのは真っ赤な嘘なんですよ皆さん。そのことをしっかりと認識しなければ、この日本、正常な日本は、日本国は滅びるんです皆さん。そのことをしっかりと我々考えて、本当に尖閣諸島問題だけじゃなく、日本国を立ち直すためにはどうあるべきかということを考えなければなりません皆さん。そして私が尖閣諸島、平成7年から上陸をしております。上陸するために皆さん、書類送検なんです。そして中国人は追い返すんです。ただで無罪放免なんです。我々が上陸すると10万円の罰金取る、こんなバカな日本でありますか皆さん。私たちはこのような状況の中で、この日本を今一度みんなと一緒に考えて、そして一生懸命になって日本を立ち上げるためにみんなで頑張ろうではありませんか皆さん。この尖閣、これからです。
今に始まったわけではございません。昭和45年が第1回です。そして昭和47年、あの東昌兵が来た、棚上げ論を言っている。しかし棚上げ論はないんです。皆さん、日本政府は棚上げ論に対して一言も申しておりません。そして東昌兵は我々の時代ではこれは解決できない、孫の時代にて解決しようじゃないか、このような棚上げ論を言ったんですよ。しかし日本政府はこのことに関して一切の口も開いてない。しかし中国はこの棚上げ論を持ち出して自分たちの領土領海だとこのように言ってる。とんでもない話でしょう皆さん。私たちのこの石垣島の石垣市の行政区域の尖閣諸島をどのようにすれば今後開拓ができるのか、私は国に進言するためにバカになって上陸を開始しているわけであります。まず灯台の建設をしてもらいたい。そして避難港の建設をしてもらいたい。それと同時にその鰹節工場跡、我々先人たちが築いたあの足跡を文化財にしてもらいたい。そのようなことで私は上陸を開始しているわけであります。何も面白がってあんなクソ寒い海に飛び込むバカがいますか皆さん。どうか皆さんのお力をいただいて、そしてこの尖閣諸島、我々は昨日あの尖閣諸島を開拓の日ということで1月の14日議会で議決をいたしました。そして来年の1月14日に記念式典を行いますので、皆さんこぞって石垣島に集合していただきたいと思います。本日はお昼から本当に同志の皆さん力を合わせて行進をして、このようにたくさんの皆様方をお集まりをいただきました。そのことに関しまして力強く感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。どうぞこれからも尖閣諸島問題始まったばかりでございます。みんなで力を合わせて頑張っていこうではありませんか皆さん。